はい、前回の続きでございます。お酒とね、スプーンをね、列車で持ってきて、そしてここに持っていくという、そういう作業をやっております。あと12、あと12です。あと10個、あと10個でーす。ここはメキシコらしいですね。あと5個、あと5個です。もっと美しく線路がね、引けたらいいんだけどね。なんかデタラメだね。あと5個、赤字。See to it that no one notices you are ever here. It's the only way to enable more advanced generations to venture a completely new start in the future. Skill.何それ。都市や周りの家やの地形を変化させましょう。漠然としてるね。なんかなんだよそれ。地形を補正。お金がない、お金がないのよ。もう借金できないじゃん。これゲームオーバーってことかな。どうしたらいいの。最初からやるしかないか、これも。ここまでやったけどさ、赤字だからできないんだよ。最初からやろっか。もう借金ができないみたいなんですよね。赤字の原因を探して、それをどうにかすれば黒字にできるのかもしれないけれど、そんなのやりたくないっていうかさ。お金のかからないやつないのかな。
列車とか売ったらさ、船とかちょっと売ってみる？船とか売ったら、金になるかな。どうしたらいいんでしょう。どうしたらいいのか分かんないんだよ。おう、これは簡単だな。ああ、間違えた。これ簡単だな。これをやっていってお金を稼ぐ。もう列車とか全部売っちゃって、全部列車を売っちゃう。金が入ってきた。これで地形をいじれる。どうしたらいいの？ちょっとわかんないよ、やいか意味が。せっかく地形を変化させましょう。そこが新しく事業を開始できるように唯一の方法なのです。地形を変化させましょうって言われてもさ、どう変化させたらいいわけ？じゃあダメなのかな。
ちょっとストップ。もう見ちゃうよ。もうお金がちょっとしかないからさ、確実にやらないとさ、クリアできないよ。なんどうやんだろうな。ネットで調べて、エンパイアとはトランスポート攻略、キャプチャー1かな。あーもうめんどくさいな、間違えて宣伝のところをしちゃったやん、クソ野郎。地形を変えなさい。地形を、港のトラックターミナル、車庫、トロンバ席などを破壊すればステージ上がる。お金いらねえのか。港のトラックターミナル、車庫。そんなのわかるわけねえじゃねえかよ、ほんとによ。最初からやるとこだった。本当にムカつくな。こういうの壊せって。こういうの壊せって。ああもう。あとは、ああ間違えたな。道を壊しちゃったよ。めんどくさいの、どれだ。めんどくさいな。ああめんどくさいよ。これどうなっちゃってんの。ああもうめんどくさいよ。めんどくさい。めんどくせえな。もう嫌なっちゃうよ、本当によ。
53% まで来ましたけどね。あと何を返したらいいのかな。トラックターミナル、倉庫、駅などを破壊すれば、どうもこのチャンネルは持ち上げて落とす展開。よくわかんない。あと何壊したいんだ、倉庫。これとかも壊したらいいのかな。駅とかも 61%。 あと何を壊したらいいんですかね。もうこれ全部壊しちゃう。お金がかかるんだ。61% にしかならないね。あと何を壊してるの？鮮度かな？鮮度。あと何壊したらいいんだろう。壊せるものは全部壊すか。69% か、変わんないよね。
69% から変わんないね。めんどくさいことやってんのに意味ないのかな。いまいちはよくわかんねえな。どうしたらいいのかな。70%。鮮度は壊さなくてもよかったんだ。あと 4%。 あと 2%、 あと 1%、 あと 1% なんだけどね。100% になったけどダメなのかな。Oh well, goodbye, you paradise by the Pacific. Okay. じゃあ今回はここで終了だな。Half-breaking ideas. What a pity. May the children of the future encounter more fertile conditions for establishing the free and fair community of the future. じゃあ
さよなら、また今度ですね。